ヘブル人への手紙第7章。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司であったが、王たちを撃破して帰るアブラハムを迎えて祝福し、それに対してアブラハムは彼にすべてのものの10分の1を分け与えたのである。その名の意味は、第一に義の王、次にまたサレムの王、すなわち平和の王である。彼には父がなく、母がなく、系図がなく、生涯の始めもなく、生命の終わりもなく、神の子のようであって、いつまでも祭司なのである。そこで族長のアブラハムが最も良い分取り品の10分の1を与えたのだから、この人がどんなに優れた人物であったかがあなた方にわかるであろう。さて、レビの子のうちで祭司の務めをしている者たちは兄弟であるためから同じくアブラハムの子孫であるにもかかわらず、10分の1を取るように律法によって命じられている。ところが彼らの血統に属さないこの人がアブラハムから10分の1を受け取り、約束を受けている者を祝福したのである。言うまでもなく、小なる者が大なる者から祝福を受けるのである。その上、一方では死ぬべき人間が10分の1を受けているが、他方では彼は生きているものと証しされた人がそれを受けている。そこで10分の1を受けるべきレビでさえもアブラハムを通じて10分の1を納めたと言える。なぜならメルキゼデクがアブラハムを迎えた時にはレビはまだこの父祖の腰の中にいたからである。もし全うされることがレビ系の祭司制によって可能であったら、民は祭司制のもとに律法を与えられたのであるが、何の必要があって、なおアロンに等しいと呼ばれない別なメルキゼデクに等しい祭司が立てられるのであるか。祭司制に変更があれば律法にも必ず変更があるはずである。さて、これらのことは未だかつて祭壇に奉仕したことのない他の部族に関して言われているのである。というのは、私たちの主がユダ族の中から出られたことは明らかであるが、モーセはこの部族について祭司に関することでは一言も言っていない。そしてこのことはメルキゼデクと同様な他の祭司が立てられたことによってますます明白になる。彼は肉につける戒めの律法によらないで、朽ちることのない命の力によって立てられたのである。それについては聖書に、あなたこそは永遠にメルキゼデクに等しい祭司であると明かしされている。このようにして、一方では前の戒めが弱くかつ明記であったために無効になるとともに、律法は何事をも全うしえなかったからである。他方ではさらに優れた望みが現れてきて、私たちを神に近づかせるのである。その上に、このことは誓いをもってなされた。人々は誓いをしないで祭司とされるのであるが、この人の場合は次のような誓いをもってされたのである。すなわち、彼についてこう言われている。主は誓われたが心を変えることをされなかった。あなたこそは永遠に祭司である。このようにして、イエスはさらに優れた契約の保証となられたのである。かつ死ということがあるために、務めを続けることができないので、多くの人々が祭司に立てられるのである。しかし彼は永遠にいます方であるので、変わらない祭司の務めを持ち続けておられるのである。そこでまた彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。このように聖にして、悪も汚れもなく罪人とは区別され、かつ諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとってふさわしい方である。彼は他の大祭司のように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために日々生贄を捧げる必要はない。なぜなら自分を捧げて一度だけそれをされたからである。律法は弱さを身に負う人間を立てて大祭司とするが、律法の後に来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てて
大祭司としたのである。